レンタル彼女。それさ、流行ってるの？レンタル彼女。そっか、日本人はみんなレンタル彼女するんだ。そっか。ありがとう、教えてくれて。陰キャのおじさんの遊び。パパ活って何？パパ活？パパが買ってこれんの？パパ活？勝つの？チャンピオンできるの？活動の活？あ、よくないやつなの。じゃあいいわ。法律的にできないやつは、チャット禁止です。リスナーバカだからしゃあない。それはマジで、と、ほんまにそれ。俺もそう思ってるよ。今年一番いい言葉だよ。リスナーバカ。だって、日曜日の、今日なんかみんなデートもやってないし、配信見てるから、みんな陰キャやん。週末に何もしてないやん。仕事してる。仕事してるが一番かわいそうだよ、ほんまに。週末に仕事してるよ。かわいそう。もんでも知ってるじゃん。そうだよ、俺もかわいそうだよ。まあ、スパチャのために仕事してるんだったら、まあ、しゃあないけど。